こんばんは。うるさい？うるさいと思う？うるさくない？ありがとう。はい、いきなり店が質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の AKB48 の鬼島百花です。あ、やばい、やばい、あー、やばい、危なっ。 というこの辺も掃除してくれ。うんちゃん、ここ髪の毛いっぱい。 まあということでですね、今お家に帰ってきて、で、そう、今日も投資だったんですよ。で、終わって投資で他にもフリーであったりとかして、で、ここ数日なんかもうてんやわんやしすぎて、お部屋の中が荒れに荒れてて、だから今帰ってきて、とりあえずゴミ集めて出してきて、で、今ルンちゃんをこう作動させて、床の髪の毛とかチリどもを吸ってくれてるんですけど。そう。で、今からちょっと洗濯畳もうと思って、ここに置いてたやつを今るんちゃんが吸い込もうとしたからびっくりしたよって。もう、ないないないだらんないないないせん。これ掃除してからやるよって話。ここの床が何もすごい、この汚れ気になる。でもほこりがほら、もう何よりだよ。ここのゴミがもう石が来る。よいしょ。ちょっと廊下をやってもらおう。話してたっけ。あ、そう、今日は投資が終わって、でもそう、この時間にお家に帰ってこれたっていうことがすごく幸せで。そうなんです。じゃあちょっと洗濯物も畳ませていただきますね。もうマジで部屋がさ、もう汚い。この何、2日3日3日ぐらいかな、千秋楽終わったの8とかだもんね。この3日間ぐらいでもうマジで部屋が荒れに、まあそんなめっちゃ荒れたっていうわけでもないねんけど、この最近の自分的にはすごく、散らかってしまって、もうやだってなってたから、今日よかった、早く帰れて。そう、すっきりマジで。明日で一旦投資も終わりなので、
まあでもまだ明日の振り入れしてないやつとかも今日起こさなきゃいけないので、でも昨日と今日よりかはだいぶ負担が少ないので、そうだからなんかまだちょっと早くない？録音はもう本当に掃除した？あんたお風呂の方もやってくれたの？行ってないでしょ洗面所の方。あんた洗面所が一番髪の毛落ちるんだからね。ちょっと後でやってもらうよ、ふんちゃん。ね。今日は長めに寝られそうって、うん、明日もめっちゃまた朝早いんだけど、でもこの時間に帰ってこれたし、昨日おとといとかそのぐらいではないと思う。だってもうこのさ2日間さ合計寝たの4時間ってすごくない？もうほんと頑張ったんだけど、マジで自分を褒めたい。まあでも今日で部屋もすっきりすると思うので、なんで靴下片方しかないの？また取れちゃった。靴下片方しかないんですけど、今日洗濯もしよう。洗濯も溜まっちゃって、あんたもうあんたの相方どこよ。ちょっと可愛いよね、待機期間中にいただいて。舞台期間中もあのねプレゼントボックスがあったみたいで、ありがとうございます。お手紙とかプレゼント入れてくださいと、これももらったんだよね。開けて食べてないの。これチョコレートなんだよ。なんか1個だけ食べようかな、久しぶりに。いい匂いする。何ですかこれは？ピンクシャンパントリュフ、すげえ。これもファンの方からいただいてありがとうございます。1個食べよう。なんかチョコって久しぶりに食べるの、なんかちょっと緊張するの。めっちゃいい匂いする。いただきます。うわっ、うわ、うん、うわっ、うますぎ、うまっ。これ大きいからたまに食べよう。まだ賞味期限も全然大丈夫。チョコの中でトリュフが一番好き。ありがとう。大事に大事に食べます。あと残り3つ。いろんなもんに散乱しちゃって。机の上そうそうって、いやでもね案外机の上はねそこまで散らかってないんだよ。さっきゴミ捨てたから。
夜ご飯食べたと思う、あのコンビニの残骸とかがちょっと残ってたんだけど、昨日の分のやつ、さっきまでさっき捨ててきたから好きです。お片付け偉いって、別に偉くないんだよ、もう自分がすっきりしたいがためにやってるからさ。そう、俺掃除嫌いじゃないんですよね。そう、お皿洗い好きじゃないけど、でもお皿洗いもね、やろうってやなってさ、やってる時は意外と好きなんだよね。そのさ、やろうってなるまでがあんま好きじゃない。お皿洗いはお風呂と一緒、入るまでめんどくさい。でも部屋の片付けはめんどくさいと思ったことそんなないかも。最近はというか大人になってから、部屋綺麗な方がすっきりするからね。でも見てほら、昨日ちょっと飲んじゃったんだよ、昨日寝る前。まあ、あのお水は全部ではないな、ちょっと残っちゃってるのは残ってるんだけど、そう、これは水はあれかなと空箱にしてここに飾って、もう一個が増えます、飲み切ったら。うん、一番新しいやつで、うん、この間のやつ。そう、今まではね違う種類のやつもらってきて、これはね少なかったんですよ。そう、あのあったんだけど他のやつ可愛いってなって思って、今回はこのドットのやつもらってきました。下顎にしポケカあげたいって言って、何かわいい下顎ポケカやってるの。あ、ま、前言ってたな、なんかポケカがどうたらこうたら、もにしはポケカやってないんだよねって話してたわ。この間下尾とね一緒にね、あれ何だったかな、音楽の日、割と最近あったじゃん、あの大阪行ってみたいな。あの時に空き時間がすごく多くて、そう、であれっていつだったっけ、音楽の日、音楽の日音楽の日だよね。あ、歌コンだ、あ、歌コンだ、歌、うん、歌コンだ、歌コンです、歌コンだ、そうそうそう、ごめんごめん間違えた、歌コン、あれ9月末とかだな、よね。そう、そうで、まだその頃は武道館のレッスンとかも多分まだあんまやってなくて、でそんなに振り起こしするものもなくて、で時間を割と持て余してたんですよ。まあ台本読んでとかはしてたんですけど、その時あの舞台前だったからにしても時間が余るってなった時に、そう、下尾となんかゲーム始めようやって言って、ポケモンユナイテッドっていう携帯でできるやつ、スイッチでもできるんだよね多分、そう、携帯でできるやつ、そう、一緒に始めたの。そう、でもまだそれっきりできてなかったからさ、バタバタしてて、ちょっともうちょっと落ち着いたらまたやりたいな。あ、ポケモンユナイトか、ユナイテッドじゃなかった、間違えた。タワさんポケモン好きなんだって、そう、意外とねめっちゃ詳しいんだよね多分。そう、あとポケモンをね身につけてることが多くて、そう、した音はポケモンの話をよくする中です。ちょっとめっちゃお腹すいたからさ、何時に終わるか決めとこう。
40分か45分ぐらいには終われるようにするわ。週末のお話し会と私会が楽しみでね、楽しみだ、久しぶり。ご飯買ってきたのって、うん、買ってきた。食べて、今日の予定はご飯食べて振り起こしして、で洗濯してお風呂入って、話し会の後はゆっくりできそうって。お渡し会、うん、できないの、あのまた投資なんだよ、3日連続ぐらい。もうむしろそこが本ちゃんの投資なので、今回もう最初、今回が本ちゃんの投資で今回がラストだと思ってたの。だからもう必死こいて寝る時間ほぼなくして やってったとかしてたんだけど、もう一回あるっていうのを、そう、昨日レス投資始まる前に知って、投資多いねって。いやー少ないよ、わかんない、あの回数的には多いんだけどさ、ただ今回は3日間全部全くセットリストが違うから、まあ AKB のまあコンサートって大体そう、ほとんどそうなんですけど、やっぱりでもやっぱ3日間違うから、それで言ったら1個のコンサート2回しか投資ができないから、なんか個人としては3回ぐらいやりたいので、私はなんかその1回につきそう不安になっちゃうし、だからもっとやりたいなって思うけど、今回はもう各2回ずつしかできないので、だから17日とかの前はそのね、私会だもんね、ちょっと確認してやってると思います。武道館始まるまでは忙しいねって。そうだね、武道館終わってから時間できんのかなって勝手に思ってるんだけどさ、お願いお願い、お里楽しみにしてますってね、楽しみ、私も楽しみです、武道館嬉しい。うん、柏木さんの瀬戸利解説どうだったって、めっちゃいい、今日と昨日か、1日目のやつと3日目のやつ今投資して、始まる前にあのゆきりんさんが話してくれるんだけど、セットリストの説明みたいな、今日は1日目のやつだったんですけど、おーってなった、めっちゃ。昨日何だったかな、3日目待って、ちょっといろいろあのありすぎて、ちょっと今セットリストの内容が思い出せないんだけど、3日目なんだったかな、ごめん、ちょっといっぱいいっぱいで、ちょっとあの落ち着いたら多分思い出すと思うんですけど、今セットリストが全く3日目のやつが思いつかない。でもとりあえず今日やったやつは
なんかうわーってなった。なんかそこまで、あ、とって面白いってなった。めっちゃ1日目今日はだからそれこそ1日目のやつで、1日目のやつが古参の新規も楽しめるみたいなやつなんですけど、面白い。うん、なんか本当にその通りっていうか、危ないね。そのまた多分終わった後にゆきりんさんとかがセットリストの説明とかしてくださると思うからわかんないけど、今その今日の解説のことをちょっと言っちゃいそうになっちゃったんだけど、でもそうね、おもろい。なんかうん、ちょっと今これしか言えないけどうん、めちゃ好きです、大西。うん、面白い。うん、面白い、面白い、めっちゃおもろい。こういうことかってなった。子さんも新規も大集合って、うん、なんかちゃんとね全部に意味があったんだよね。ただその子さんも新規もって言うとさ、まあ古い曲も新しい曲もって多分思うと思うんだけど、ただそれだけじゃなくてみたいな、なんか一個一個にちゃんと理由があって面白かったです。うん、ぜひぜひよかったら遊びに来てください。うん、やばい、めっちゃなんか一気にまぶた折れてきた。今日マジでぐっすり寝れそう。今日ずっとまぶた重いなんか、うん、いやでも頑張った。ぐっすり寝ててありがとう。今日は絶対寝る。うん、武道館の前後に波動あって両方出演するねって。両方って何？波動？両方、え？2回出れるの？大西、え、本当に？え、なんか1回あるのは知ってるけど、2回目のやつ大西知らないかも。次の波動、え、やった！え、連チャンでいいの？大西出て、いいんですか？そんな、え、そんなそんな、いいんですか？こんな2連ちゃんも出させていただいて。もし波動めっちゃ好きなんだよね。あんな楽しい、あれをお仕事って言っていいのか分かんないぐらい楽しくて、毎日波動でいいもんいや毎日はちょっとそれはそれでコンサートとかできないってなったらちょっと嫌だから、週3波動がいい、マジで。ゲームやん。ご褒美なくてもって、うん、なくても。ご褒美別になんかそこまで求めてない。なんか前、なんかまだそんなに、なんだろう、ご褒美っていうかその旅行券をもらってない時は優勝したいと思ってたけど、別にもういい、旅行は。うん。てか旅行行けないのかな、波動のやつ。え、大西今って10月だよね。11月大西何してるんだろう、予定。え、ついに波動旅行チャンスじゃない？でもまだ話来てないんだよね。
波動の旅行この日みたいな、どうですかって。スケジュールがなかったからなのかな、単純に。うん、1回2回、もし何回、2回、1回ではないよね、2回ぐらいいけるよね多分今2回か。楽しみなんだけど、ひろゆきさんに聞いてみたらって。ひろゆきさんに聞いても多分分かんないよなあ、この方に聞いても多分分かんないって言うと思うよ、うん、うん、ええって何まあ多分、まあそ、うんうん、まあマネージャーさんに言った方が早いんじゃないか多分聞いてみよう、また余裕ができそうだった。10月24日はももちゃんとりんちゃんドレミタンとやって、いい、りんりんこの間出てたよね、珍しいと思ったんだけど、リンリンも割と出てる方なのか。次のやつは？私リンリンと出るの初めてだわ。レミタンも出たことあったかな？私次誰と出る？今のが次の次のやつだもんね。りんちゃん前回が2回目とかって、あ、やっぱそうだよね、あんま出てないイメージあった。やっぱ忙しい、忙しいからな。うん、ありがとう。あ、お題と今日って、あ、そう、これを見てたんだ、私は。そう、これは知ってたんだよ。そう、この回は知ってた。なんていいメンバーなんだろうと思って、楽しみ、嬉しい。うん、ね、頑張ります。あ、41分ありがとう。よし、まあちょっとね、割と早く帰ってこれたからといって、言うても9時なので、まあちょっといろいろ準備したいと思います。ではランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ、1位あっくんありがとうございます、イエイ。そして2位がコバアットマーク大西よしさんありがとうございます、イエイ。そして3位が KITT さんありがとうございます、イエイ。あ、もう一回いきますよ、1位デンスキさんありがとうございます、イエイ。そして2位がタック387さんありがとうございます、イエイ。そして3位があっくんありがとうございます、イエイ。そして4位がコバットマーク大西よしさんありがとうございます、イエイ。そして5位が KTT さんありがとうございます、イエイ。そして6位が京井さんありがとうございます、イエイ。そして、7位がよっちゃんとゆうももち大好きだよさんありがとうございます、イエイ。そして8位がエイトさんありがとうございます、イエイ。そして、9位がさとちアットマーク大西軍さんありがとうございます、イエイ。そして10位が黒柴のりこてんさんありがとうございます、イエイ。そして、11位が大粒ちゃんありがとうございます、イエイ。そして12位がカンタムさんありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がマカロニ48さんありがとうございました、イエイ。ありがとうございます。そうだ、そうだ、ねえ1日目来て武道館、まず、
おいしめっちゃ見てほしい曲あるわ。1日目1日目だけでいい。いや全部来てほしいんだけど、今ごめんね、3日目と2日目のセットリストがちょっとあの飛んでて、あのとりあえず今日の1日目の通したやつが今すっごい頭の中に残ってるから1日目なんだけど、でもあめっちゃ見てほしい曲ある。大西え違う、えそうじゃん、見てほしい曲ある。あのもうもうあ憧れだった。もうもうお願いお願い来て。そうだ、そうなんです、私がずっとやりたくて、マジで。でもなぜかこうその曲をするタイミングが私には回ってこなくて、でも私のすごく好きな曲があるので、ちょっと1日目あの何卒よろしくお願いします。そうじゃん、見てほしい、見てほしいっていうか、あこれかってなるような気はせんこともないんだけど、ぜひぜひ。もーちゃんの芝居、いやあのもちろん見せ場という感じでは別にないんですけど、ただあのめっちゃずっと好きだったっていうのがあるので、ちょっと見に来てほしい。ではでは、はい、ということでですね、ではではこの辺で終わりたいと思います。ぜひ1日目のあの曲を大西は見に来てほしい。ぜひよろしくお願いします。まあ、でも全部来てほしいんですけど、ただ今日は1日目の投資をやって、そういえばと思っただけ。ではでは、じゃ今日はこの辺で終わりたいと思います。でははい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。眉毛薄っ。うん、でもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。今のちょっと早いけど。じゃあね。ありがとうございました。バイバイ。